よろしくね。ああ、走っ。雨、急に降ってくるなんてひどいよね。髪ぺたい、寒すぎ、ケースじ。でも、携帯濡れなくてよかった。私は濡れちゃったよ。ミオは別にいいし。水も滴るいい女だよ。え、そう？色っぽいよ。っていうかエロい。え、そんなことないよ。ああ、全身びしょい。極めてキモい。まだやみそうにないね。はあ、こんな時でもまたゲーム？ハレンチ、雨宿りしてっていいって。え？あ、連絡してたんだ。近いし行こう。そうだね、甘えさせてもらおうか。二人ともどうぞ、雨止むまでゆっくりしてってください。あ、お風呂も使ってもらっていいんで。はあ、ありがとう。ちょっと借りるね。助かる。ほーら、のっちゃんも一緒に入ろう。え、後でいいし。ていうか面倒い。ダメだよ、このままじゃ風邪ひいちゃうよ。一緒に入るとか。いつも入ってるじゃない。最近はそうでもないし。覚えてない。人んちだし。風邪ひくよりはいいんじゃないですか。ほら、賛成多数です。うわ。ちょうどいい。こうやってなっちゃんをギューってしながらお風呂入るの久しぶりかもね。そうだっけ。なっちゃんが一人で入るときはいつも心配なんだよね。まあ確かに、私一人だと寝落ちして危険だしね。そうだね。チャプチャプ、あわあわ。やりすぎじゃね。怒られちゃうかな。まあ晴れだからいいか。後でちゃんとお礼しないとだね。もうちょっと温まったらね。そうだね。う、ちょ、なんだよ。え、何が？変なところ触るなし。何もしてないよ、抱き寄せてるだけ。くすぐったいから。なっちゃん肌すべすべ。そんなの別に普通だし。子供の頃からこの触り心地なんだもん。ちょっとずるいよね。そんなの覚えてないし。私は覚えてるよ。ずっと触ってたいなって
ってたもんね。そうだったのか。お、大丈夫、安心して。ちゃんと遠慮してたから。今は？あんまりしてないかな。なんだそりゃ、顔も触りすぎ。髪の毛張り付いてる、目に入っちゃうよ。大丈夫だし。上がったら乾かしてあげるね。うん。っていうか、なっちゃんだっていつも私のこと触ってくるでしょ。そうだね。それってつまり、なっちゃんが私のことを触ってるのと同じくらい、私もなっちゃんを触ってもいいってことだよね。なんて暴論だ。そこまでじゃないよ。まあちょっとだけならね。ふにふに。ミオはプニプニ。やだ、その擬音はやめてよ。ほら、プニプニだよ、プニョプニョ。やだ、プニョってないの。うりゃうりゃ。なっちゃんこそ変なところ触らないでよ。触り心地ならミオの方がいいに決まってんじゃん。やみつき。仕返しだ。ちょっともうやめろし。そこダメ、くすぐったいから。もう騒ぎすぎ、声聞こえる。大丈夫だよ、ミオってば。なっちゃんってば。なんかのぼせてきちゃったね。うん、そろそろ上がる。うん、もうちょっとだけ。仲いいな、おい。リリクルレインボーステージ。新しいイベントアイコンが解放されたよ。この日のイベントを見るよ。女子力って具体的に何なんですかね。え、綺麗力とか包容力とか。確かにふわっとしてるイメージはあるけど。むしろイメージ自体がふわっとしてるよね。実際どういう意味なんだろうね。その辺どうなんだ。ねえヒッチ。え、まあそうね、いろいろ難しいところだけど。まあいつもなんとなくで言ってるよな。聞きなさいよ。ちなみにふわっとした包容力とはこのマフマフ感のことだよ。ってば、くすぐったいよ。エロすぎ。私もお嬢様から受ける仕打ちだったらどんなことでも受け入れます。メイトの包容力。じゃあ黙ってて。それでは私も黙ってますね。うん、賢いね。なんかみんな歪んでるね。愛の形はいろいろなんだよ。そうです、愛情表現は人それぞれなのでへっちゃらです。こういう可愛がられ方もそれはそれって感じです。
なんですね。なんで感銘受けてるのよ。どうでもいいし。夏木先輩はあんまり何かにこだわりとかってなさそうですよね。こだわり？あるよ。ミオのはね、こう大きさといい、張りといい、弾力といい、申し分なくてだね。ミオンチのクッションのことなんだけど、なんで照れてるの？次女なの？もうなっちゃん、なっちゃん、うえ、く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 、のっかるなし、縮む。でも、カスガイ先輩は確かに女子力ありそうですけど。ミオのはおかん力だよ。おかん、また言った。何度も言うけど、私はなっちゃんのお母さんじゃないんだからね。ジロジロ。もうどこ見てるの？あ、制服のリボンだけど何か？確かにな。あると思います。裏山。みんなも。だからってなんでこっち見てるのかな。そうですよ、女の子らしいってことだよ。私は好きだよ。だから凝視しながら言わないでよ。ちょっとだけ、ちょっとだけ。もうダメなの。これが女子力かっこ物理。ヒッチはそういうのあると思うな。え？あ、違うよ、胸の話じゃないよ。いや、合ってる合ってる。そこから離れようよ。そうですね、あ、ヒッチのハンドクリームなんか甘い匂いするね。うん、これはストロベリーコンポートだから、イチゴの香りね。あー、なんかイチゴ食べたくなってきたな。あのね、ハレ。ん？まあ、いいけど。食べてほしいのか？あ、ちょ、バカ！ご飯にする？お風呂にする？それとも、わ、だ、し？みたいなやつだな。やってあげてもいいわよ。そうか、どれもありだな。バカ。まあ、セーラはいつもいい匂いするしな。かぐな。これはこれで女子力だよね。そうなのかな。まったく、こんなんでどうするのかしら。どうするって？将来とか。女子力ないまま大人になるって？将来、大人になったお嬢様。あ、それはそれで、女神。なーに？たかがメイドの分際で私に指図する気？ほんとどうしようもないメス豚ね。メス豚メイドね。あんたなんか地面に這いつくばって無様にぶひってるのがお似合いよ。というか女王様。イブの妄想の中だけでしょ。話ずれちゃってるし。本当にやってくださっても構いませんが。やるわけないでしょ。ああ、お嬢様の網タイツ履いたことないし。あの、それってハスハスペラペラ
暴露してもいいやつですか？そんなものこの世のどこにも存在してないわよ。ちなみにハスハスペロペロというのは優しく温かく見守るという意味のエスペラント語なんですよ。え、そうなんだ。って騙されるわけないでしょ。なんかそれだと大人の意味が違う気がするしね。じゃあ逆に幼くなってくださっても構いませんよ。はあ？アニスタンデチュー、お嬢様デチュー、かわいいデチュー、チュッチュー。はあ、そうか、これがサツミ。一つ勉強になったわ。終わった。女子力結局何なんだ。奥が深いというか。私たちには難しすぎる話題でしたね。そうなのかしら。ま、みんな自分らしくいようよ。そんなぼんやりした概念にとらわれずにさ。なっちゃんはめんどくさいだけでしょ。じゃあドーナツもう一個注文しよう。あたしもでもその方がいいかも。リリクルレインボーステージ。解放されたよ。この日のイベントを見るよ。真剣に本読んでるなんて珍しいね。何読んでるの？これこれ。ダイエットの本？そう、若干やばいかなって思ってさ。最近なんだかんだでお菓子とか食べ過ぎたかもってね。それ私もした方がいいのかな。今はちょうどいいよ。ちょくちょく触ってる私が言うんだから間違いない。やめちゃん、いつ触ってるの？いや、手つないで歩いたり隣座ったり抱きついたり膝枕してもらったりいつもしてるでしょ。じゃあちょっとニャインで仲間を募集しよう。大ダイエット大会参加者募集中と。ハードル上げるね。一人でやると心が折れそうなことでもみんなでやればなんか頑張れそうじゃない？あー、それはあるかも。そもそも眉は痩せる必要なかろうが。私は知らないからね。もしいろいろ縮んだりとかしたら嫌だし。あ、逃げた。くそ、必要ない人々は余裕だな。ま、のんびりやるか。それはちょっと心構えがぬるいんじゃない？なんで眉先輩が。そもそも1日や2日やったからって成果が出るものじゃないし。
やけに真剣だね。うるさいわね。真面目にアドバイスしてあげてるのに。そりゃどうも。あとみんなでやるって言うけれど、長く続けていくうちに結果には個人差が現れて。うわー、なんかギスギスしそうで嫌ですよ。私を置いて先に行け。ガク。わかったよ、あやめちゃん。ちょ、なんで私がうまくいかない流れなんだ。あやめちゃんもそこまで気にしなくていいと思うんだけど。え、そう。まあひながそう言うなら。ほら、決意が揺らぐの早い。やっぱりぬるいわね。まあ。こんにちは。何面白そうなことしてんだい。あ、みんな来ちゃった。呼んだんだもん、来るよ。みんなで効率的なダイエットに挑戦するって聞いて。興味があるよね。話も広がってる気がするよ。しかも結構本気組。何かしら。いえ、私は言うのに連れてこられただけなんだけど。どうしたの？始める前から挫折？いやいや、ちょっとプランを練っていたと言いますか、なんと言いますか。とりあえず方法を話し合うところからやってみればいいんじゃない？せっかく人数いるわけだし。まず基本といえば食事制限とか。私はトレーニングの一環で食事にも割と気を使ってるよ。おお、さすが。続いた試しないけど。ダメな子か。私は食事を制限せざるを得ない状況に立たされたことはあるよ。あ、それどうせ修行でしょ。うん、当時はおばあちゃんやばいなって思ってた。今は分かり合えてるの。まあ食べ物は確かに重要な要素よね。何それ。こんにゃくゼリーよ、みんな食べるかと思って。ダイエットなんてしなくていいのに。面白そうだからってついてきたハレには言われたくないわね。そもそもダイエットっていうのはね、ただ痩せるってだけじゃないの。体重、体調を健康に保つ食事療法全般のことを言うのよ。少しは分かっている人もいるみたいね。まあそれほどでもないわ。なんか結束生まれちゃったよ。ほら、健康がどうのこうのとか私ら若者が気にしなくてもいいんじゃないか。あとこんにゃくゼリーってのがうさんくさい。てかやっぱまずは運動からでしょ。食べるのはその後。一番くじけそうなあやめちゃんが提案するんだね。そんなことは。はい、よく私のことを分かってらっしゃる。確か健康的な運動のことがフィットネスだっけ。そうね。で
今体重いくつ？言うわけないでしょ。勝負勝負。言わない。減るもんじゃないし。減らなくて悪かったわね。ハレちゃん、それはダメだよ。デリカシーがないよ。え、あ、はい。なんかセイラとミオ先輩が最近気にしすぎでさ。まあ気持ちはわからなくもないですけど。でミオさんは？そうなの、聞いてよ。なっちゃんってばね、ひどいんだよ。ちゃんの選んでくれたチーズケーキは大当たりだね。ミオ、また成長期？え？膨らんだ？あっ、私もう生きてる意味ないのかな。いやいや。あ、ミオ、なんか痩せた？え、本当？そう見える？気のせいか。ガーン。って、ひどい。なんてこった。心が折れそうな話をするわね。そこまでかよ。一気に空気重たくなったんだけど。きっと冗談のつもりですよ。だからなっちゃん、今はお家でゴロゴロしてると思うよ。一緒にやる意味ないからって。太らない体質って言ってましたもんね。それ本当にあるから不公平だと思う。まあ無理して痩せなくてもって気もするけどね。どっちかっていうと今の自分を魅力的に見せることを考えた方が前向きな気が。二人ともいいこと言う。うん、ありがとう。そういう解決の方法もまあありなのかな。解決って言うべき。おいっす、お疲れ。なっちゃん、どうしたの？差し入れ。ミオが体張ってるって聞いてエネルギーがいるかと。だからってなんでシュークリームとか。わざわざ持ち込んでくるか。私たちはちょっといただけません。そうなの？もらっちゃうよ。どうぞ。ところでこれは全部食べていいの？はい。私たちも遠慮しときます。そう、じゃあもったいないからもらうね。なっちゃんずるい。あ、甘い、うまい。実は結構食べる方だよね。はい、大丈夫だよ。ミオはプニョってないよ。私の言うことをたまには信じなよ。なっちゃん、うん、信じる。あっさりだ。それを信じた結果ここに集まっていたわけでは。まあ、細かいことは気にしない方向で。お姉ちゃんも日頃の努力の成果は出てると思うよ。大丈夫だよ。適当なこと言わないでよ。そんなことないって。私、お姉ちゃんのこと毎日見てるんだから大丈夫。そう、
まあそういうことにしといてあげるわ。何？なんか言いなさいよ。体重増えてもセーラはセーラだろ。今のセイラが一番いいと思うし、どんなセイラでも一番好きだからさ。ちょ、高くなよ。ふっ、絶対彼が目移りしないぐらい綺麗になってやるんだから。もう目移りできないくらい可愛いよ。結局何しに集まったんだか。まあなんか丸く収まったみたいだし、いいんじゃない？丸いとか！え、ごめん。あやめちゃんも大丈夫だよ。ほんと？ひながそう言ってくれるなら一安心だな。お菓子ばっかり食べるのは良くないと思うけど、ダイエットは必要ないと思うよ。今はまだね。しっかりと釘は刺されてしまったけど、ヒナも油断してたらいつかそのうち。私はそんなことないもん。大丈夫大丈夫。もうシュークリームまだあるよ。じゃあみんなで食べよっか。うん。リリクルレインボーステージ。この日のイベントを見ますか？なっちゃん、あ、なに？私たちもう3年生だし、そろそろいい時期だし。知ってるよ。知りたくなかったよ。将来どうするとか考えてる？とりあえず働いたら負けかなーって。何と戦ってるんです？じゃあ進学ってことだね。いや、もうそれじゃあどうするの？ミオが養ってくれるでしょ。まあそれはそれで。そうだね。ちょっとちょっと、そこ受け入れちゃっていいんですか？しゃあねえな。ミオが心配だし、一緒にいてあげるよ。なっちゃん、ミオは存在がエロいから心配。もうどういう意味？この辺とか特にさ。えいえい。びっくりするから、触るときは一言言ってからにしてよ。ちょっと、どこ触ってるんですか？どこだと思う？え？いや、そんな逃げなくても大丈夫だよ。別に私、ミオ以外は触ってないし。そういうつもりじゃ。
ああ、はいはい、おっぱいおっぱい。ある人はすごいね、めでたいね。ちょっと、夏樹先輩。なっちゃん、あんまりふざけてると怒っちゃうよ。いや、ミオの体は喜んでいる。なっちゃん、すまないと思っているよ。私もあゆみ先輩をツンツンしたいです。将来か。みんなはどう？何か考えてたりする？あ、視界に入ってませんね。将来、まだ漠然としてるけど。そうだな。あ、でもミオ先輩なら保育士さんとか似合いそうですね。あ、いいね、なっちゃんの保育士か。いや、おかしいし。やっぱり夏樹先輩限定なんですね。ナッキー先輩ばっかりの保育園ですか？なっちゃんがいっぱいの保育園とか。お世話し放題だね。いやいや、キモすぎだし。そもそもすでに保育って年齢じゃないし。じゃあ介護？それは頼む。何なんですか、その扱い。ミオ、ミオはね、私の人生のすべてだよ。はん、なっちゃん。だからずっとお世話してね。すぎませんか。いつもこんな感じだよ。ちょっと心配になります。こんな感じで10年後とかはどうなっているでしょうかね。10年後のなっちゃん、まだニートで住んでそうだね。住んでるってどういうこと？ニートって34歳までなんだって。じゃあそれ以上は？無職？なるほど。てか、なんでそこ詳しいんですか？なっちゃんの将来を今以上に憂いていた時期もあったんだよ。好き勝手言ってくれるね。じゃあ何なの？どうするの？フリーターだよ。人生のフリーター。このままモデルとして成功してるって夢は？夢見すぎ。そんな楽なもんじゃないよ。ていうか、私が耐えらんない。じゃあ私も一緒にっていうことならどうかな。え？なっちゃんママと一緒になっちゃんのお弁当を持って行った時、私も声かけられちゃったんだけど。何？ミオがスカウトだと？ミオの卑猥な画像が全国にばらまかれるだと？そこまでは言ってないよ。いや、ダメだね。ミオは写真に写るだけでエロすぎてダメだね。春日井先輩ならどんな衣装が似合うかな。森ガール風なのとか、カントリー系？水着一択。それファッションモデルじゃなくてグラビアモデルなんじゃ。キャンペーンガールとかレースクイーンとか。ああ、似合うかも。チャイナ服なんかも。だんだんコスプレの方向に。もうそういう変なのは着ないよ。この話はおしまい。へいへい。
将来のこと大人の人にも意見をもらおう。ということで、また呼び出されちゃったんだけど。タマパイが大人。任せて、いろいろ教えてあげちゃうよ。すでに聞く耳持たれてないみたいだけど。まあまあ、先生見習いってことで、私たちの知り合いの中では一番大人なわけだし。大人。うん、一応もうすぐ社会人だからね。 BBA まっしぐらってわけだね。ですよね。まだ若いよ。え、年齢の話なんて誰もしてなくないと思われ。え、そう？バスとバッツリ A カップって。余計ひどいんだけど。分かり合えるとしたらそれくらいかと。夏希ちゃんはまだ希望があるんじゃないかな。そんな話をしたかったんじゃなくて。あ、そうだよね。将来のこととか気になっちゃうお年頃だよね。え、別に。ちょっとは気にしようよ。夏希ちゃん、行きたいところとかはないの？海外行きたい。静かなところでダラダラしたい。ですな。旅行じゃなくて進路とかの話だよ。ミオに任せた。じゃあ成績とかは？私たちだいたい中の上から上の下って感じです。そうなんだ。ミオちゃんはわかるけど、なんでなつきちゃんもそのラインなの？なっちゃん、よくテストの本番に仮病で休んで補習で合格をもらったりしてるんです。その方が楽。なんてこと。邪道だよ、外道だよ、不真面目だよ、そんなの。今さら。てか最近はやってないし。仮病を使った分だけお弁当の辛さがパワーアップするよって言ったらやめてくれるようになりました。さすがにまだ死にたくない。二人とも仲いいんだよね。相思相愛です。どうだっけ。え、本当どうなの。ま、大学行くにしても多分同じところには行けるでしょう。自信すごいね。嬉しいけど。じゃあその後は？やっぱりモデルとしてもっと活躍しようよ。だからそれはない。ミオこそ新しい趣味ができたんだし、それ活かせば。さすがに趣味以上のものにはならないよ。なっちゃんしか取る気ないし。カメラ始めたんだっけ。はい、なっちゃんの微妙な変化を保存しておきたくて。微妙で悪かったね。それがいいの。その前から二人のこと仲いいんだなって思ってたんだけど、そういう感じのやりとりができるようになったきっかけとかってあったりするの？きっかけっていうか、なんだろう。別に大したことは何もなくて、普通にしてたらなんとなくそうかなってなってた的なです。やっぱりそういう感じなんだね。たまきちゃん先輩、今日はいろいろ参考になりました。
うん、私お姉さんだからね。いつでも頼って頼って。はい、ありがとうございます。ぎゅーん、なでなで。ちょっとごめんなさい、いつもの癖でつい。あー、でもこの感触は確かに、あつきちゃんが夢中になっちゃうのもわかるかも。これが癒しか。はぁ、おりゃりゃ。甘っぱい、ミオのこと取らないでよください。私が撮ってるのこれ。なっちゃん、私は浮気なんて絶対にしないよ。そんなことしたら自己嫌悪で死んじゃうよ。いや、そこまでの心配はしてないし。そう？なつきちゃんの特等席お邪魔しちゃってごめんね。なんか人をダメにするベッドみたいだったよ。それはわかる。しかしそれだけではないので。っていうと？フルパワーだとやばいよ、です。え？サバ織りマスターなので。そんなことしないよ。窒息のオプション付き。顔をうずめてきてるのはなっちゃんの方でしょ。え、何に？谷間の話とかしてないんだけど。それって自慢？もうまたその流れだ。デスバレーミオと呼ぼう。嬉しくない。あ、何？あ、そのなんていうかね、二人ならきっと大丈夫なんじゃないかなってなんとなく思っちゃった感だけど。大丈夫です。なっちゃんの将来は私がしっかり見守りますので。任せた。卒業したら一緒に住んでそうだしね。大学入ったらルームシェアとかしてみれば。一緒に住む？うん、いいね。いわゆる同棲ってやつか。なっちゃんの場合は帰省って感じだね。それでもか。やっぱり二人のその特殊というか独特というか特別な感じは大切にした方がいいと思うな。リリクルレインボーステージ。解放されたよ。このデータを上書きするの？データを上書きしたよ。この日のイベントを見るの？この日のイベントを見ますか？はぁ、寒いね。パンツ履き忘れですか？
これくらいは忘れません。それは忘れていいやつだよ。まあまあいいじゃないですか。もう寒いね。ですね。若ちゃん、風邪とかひかないように気をつけてね。ご心配には及びません。私、ここ何年も風邪なんてひいたことないです。そうなんだ。でもそういえば、病気で弱ってる若ちゃん見たことないかも。高そうだしね。触ってみます？お腹とか。でつなごっか。はい、ぎゅあったかい。あ、でも風邪ひいたらあゆみ先輩に看病してもらえますかね。お見舞いには行くけど、健康が一番だよ。賢くなったら風邪ひけますかね。そんな自虐みたいなこと言わないで。会えなくなっちゃったら寂しいでしょ。あ、それもそうですね。やめときます。いつもの元気な若ちゃんでいてくれるのが一番嬉しいよ。うひょー。でもでも、もしあゆみ先輩が風邪ひいちゃったら私が看病してあげますからね。移して治してくださいね。うん、引かないように頑張るね。まずはやっぱりあったかくしないとですよね。だね。とりあえず気合で体温上げますね。うん、私はできないかな。ではマフラーの代わりに私のツインテをどうぞ。え、ギューってなっちゃうよ。私の香りとぬくもりに包まれて幸せそうなあゆみ先輩、いいじゃないですか。じゃあ、ちょっとだけ。はい、どうぞ。はえ、どうしました？あ、ううん、かわいいなって思って。それはどうも。できました？まあ、分かってたけど、なんていうか、歩きづらいね。作戦失敗ですか。あ、ですね。やはりエネルギーをパワーに変えて発熱することにしましょう。っていうと、糖分が足りない気がします。寄り道しましょう。あ、いいね。そうだね。それじゃあアイス食べてこっか。え、ちょっと寒くないです？プルプルしてる若ちゃんも可愛いよ。行きましょい。冗談。やっぱりあそこのたい焼き屋さんにしよっか。わわわーい。先輩はたい焼きどっちから食べる派ですか？私は
特にこだわりはないけど、どっちかっていうと頭からかな。あ、一緒ですね。先輩のことも頭からむしゃぶりつきたいです。え、やめて。嘘です。どこからでも美味しくいただけます。あのね、そういうことじゃなくてね。私のことはどこから食べたいですか？教えてほしいです。ほっぺとかかな。ほほう、どうぞ。ええちょっと、わかちゃん、いいじゃないですか。あゆみ先輩にすり寄っていく可愛い後輩、いいじゃないですか。スリスリもうくすぐったい。もっと欲しがりさんだね。先輩のお口から甘い匂いが。近い、顔近いよ。よくわかりません。
まだまだですね。今のもなかなか悪くはないですが、もっとこうペロペロペロッチュという感じでお願いします。うん、全然イメージ湧かないな。あ、じゃあもう一回つけますから。ほら、もうたい焼きおしまい。まあたい焼きはまた買ってくればいいわけですが。もう冗談ですよ。本気に聞こえるよ。それよりほら、あんまりこのままだと寒いし、もうちょっとあったかいところ行かない？おっと、それもそうですね。あゆみ先輩がお風邪を召してはいけません。あゆみ先輩、どうかしましたか？え、ああ、ううん、なんでもないよ。その、なんていうか、若ちゃん、やっぱり今日も可愛いなって思ってただけ。おやおや、それは一大事じゃないですか。そうだね。あ、軽い。あったかいお茶欲しくなっちゃった。帰ろっか。はい。この日のイベントを見ますか？食材？オッケー！チーム分け？問題なしよ。あやきた生とあやなん生、それぞれのプライドをかけた戦いが今始まる。そんなご大層なものじゃないでしょ。ということで、第1回お料理大会を開催いたします。わーい、いただきます。若ちゃん、まだだよ。これから作るんだよ。ちなみに玉木先生は審査員ね。了解だよ。大人が介入しちゃ勝負のバランスが悪くなっちゃうもんね。あはは、そうですね。お料理するだけなのに勝負って言われるとなんだか緊張しちゃうね。こっちにはひなと舞に伊吹先輩がいるんだから大丈夫っしょ。私たちは数に含まれていないように。あやめちゃん、
影薄いかもしれないけど、私もいるからね。あ、いや、全然そんなこと思ってないです。いいよ、気にしないで。さやか先輩も料理得意なんですか？まあ、普通かな。そういうのも修行でやるの？人として必要なことは基礎として学ぶけど、その一環かな。私らは人としてなってないと。得て増えては人それぞれだよ。あ、たまちゃんいいこと言う。女子がみんな料理できると思うなよ。そうだそうだ。全然できない言い訳にはならないような。ちょっとはできるよ。たまに私が夕飯作ってあげてるでしょ。あれ、レトルトじゃなかったんだ。どんだけ信用ないの？冗談だよ。真顔で言わないでよ、紛らわしい。ブイ、ドヤ顔はできるんだ。っていうか、ゆうちゃんはあやなチームに入るんでしょ？おっと、そうだった。よろしくね。なんで？ちょ、もうちょっと仲良くしようよ。そうですよ、みんなで仲良く頑張りましょう。私、それぐらいしかやることなさそうですし。あやきたチームはなかなか団結力高そうですしね。そうだね、一緒に頑張ろう。そうそう、味付けはミオに任せたらアウトだよ。でも、相手を抹殺するつもりなら間違いないよ。また、いつもの感じよね。どこまで踏ん張れるか、だな。え、何この空気。てかもう、ミオの作った麻婆豆腐完食した人の勝ちね。なんで罰ゲームみたいになってるの？いやいや、拷問。そんなんじゃないよ。みんな気をつけて。どんなバイオレンスが繰り出されるかわかんないから。大丈夫。辛いの苦手な人もいるかなと思って。今日はそんなに辛くしないよ。ピリピリピリ辛だよ。おいおい、それも次の段階にレベルアップしてるから。おいしいのに。いやいや、辛さは味覚じゃないから、痛覚だから。ミオは痛覚麻痺してるから。ちゃんが、私は全否定。あー、いやー、その、でも辛すぎるけど美味しいよ。本当？あ、うん。さて皆さん、そろそろ準備はよろしいですか？待ちこーい。うざこが言うなし。なっちゃんもでしょ。不安材料も揃ってるみたいだけど。それじゃあみんな頑張って。あさてさて、早速調理開始だけど、みんなどんな感じかな。あー、なんていうか手持ち無沙汰である。あやめちゃんも手伝ってくれていいんだよ。気持ちはある。手伝いたい気持ちには溢れているんだよ。うん、
その気持ちだけで大丈夫だよ。ありがとう。私その分頑張っちゃうから、あやめちゃんは応援お願いね。うん。あれあれ、あやめちゃんできることないんですか？私だってご飯ぐらい炊けるし。大抵その後は？明太子とかぶち込んだら美味しいよ。お手軽だし。炊飯器に直接？ブークスクス、私以下ですね。じゃあ若は何ができるのさ？私ならちゃんとお茶碗によそってから卵かけご飯にします。 TKG パクるなし。っていうか争いが低次元すぎるぞ。まああんまり手が多すぎてもね。いいや、全員が手を取り合い連携してこそのチーム戦ではなかろうか。いいけど、何かあった時誰が責任取るわけ？さすがに食べられないものにはならないと思うけど。だよね。私も料理できるってところ見せてあげないとだし。うん、いいと思うよ。はい、先生からゴーが出ましたので何があっても OK です。なんかやらかしたらほんとごめんね。大丈夫だよ、あやめちゃん。何があってもちゃんとフォローするよ。難しいところは私に任せてくれていいからね。だからあやめちゃんは安心してていいんだよ。ひな。うん、あやめちゃん。はいはい、手を動かそうね。はい。ではお嬢様とまゆさんは皮むきをお願いしますね。あ、包丁は危ないのでちゃんとピーラーを使ってくださいね。刃の部分は触っちゃダメですよ。大丈夫ですよ、これくらい。まあ、こういう時はこうするんですよ。ほら、向きを合わせてあげるとやりやすいですよ。うん。織部先輩、意外とスペックが高いの意味がわからないわよね。それは褒められていると受け取っていいんですよね。変態的な意味でなら。変態じゃなくてお嬢様の愛のしもべです。褒められてちょっと照れてるくせに。そんなんじゃないですよ。照れ屋で変態とか難儀ですね。ストレートにひどい。いいじゃないですか、いいところがあるのですから胸を張っていればいいのですよ。せっかく張れるものがあるわけですし。やめてくださいよ。何ですかその反応。何ですかって何ですか。いいじゃないですか、巨峰。いいぞ、やれやれ。なんで煽るんですか。ついでにミオも混ざれ。なっちゃん。わかったってば。冗談だってば。お嬢様、慰めてください。もしくは貶めてください。よしよし。何よ。いえ、そのちょっとくすぐったかっただけで。いろいろできないとそばにいられないとか不安だとか思ってるんでしょ。それはお見通しですね。そんなこと気にしなくていいから。
それより早くやるわよ。あ、はい。はあ、まあいい。次はどうしたらいいの？教えて。はいはい、お任せ。ん？おお、なんだこの人参の飾り切り。誰がやったんだ？あ、バラになってる。もしかしてセイラか？え、私は違うわよ。そうだよな、不器用だもんな。うるさいわね。計量とか煮込み時間の計算は完璧よ。サイちゃんの術かな。向こうのチームなのに。あ、それなっちゃんの作品だよ。え？ああ、暇だから作ってた。こういうよくわかんないのだけは得意なんだよね。よく見たら建物とか動物まで。料理の味にも完成度にも全く貢献してないけど、すごい。食べ物で遊ぶのは良くないかもですけど。遊びじゃない、暇つぶし。はあ。よし、この調子で頑張ってもらうか。ああ、飽きた。早い！夏吉、私にも作り方教えて！ああ、うちのチームが勝ったらね。あ、よし、任せろい！よし、できた！こっちもできたぜ！両チーム、料理が完成したようですね。よかった。いい匂いがしてたから、お腹空いちゃってたんだよ。それでは早速ですが、先生、試食をお願いします。うむ、ただバリエーションがつけてあるとはいえ、どっちのメニューもカレーってことにだけは若干の戦慄を覚えるよ。結果的にカレー対決みたいになっちゃいましたね。一番王道っぽくてみんなで協力できそうなメニューってことでこうなったんだよね。そうだね。どっちも考えることは同じだね。あっちがシーフードメインで、うちのがトマトベースのチキンカレーね。みんな気合い入れすぎだろう。あ、サラダとかの付け合わせも一応作ってありますから。うんうん、見た目の彩りも大事だよね。だがしかし、とにかくカレーの味で勝負だから。そうですよ、負けませんよ。なぜ君たち二人が代表者の風格なのか謎だけど。それでは実食です。いただきます。じゃあこっちのも。なるほどね。おいしいよ。判定になってない。だって甘口 VS 辛口って感じで甲をつつけがたいんだよね。うちのはミオ先輩のスキルを生かしつつ、普通の人が食べても平気な方向に寄せたって感じよね。え？私何も発動してないよ。私たちは先生辛いの苦手かもって思って、それで甘口にしたんだよね。辛いのは普通かな。あとお嬢様が辛いの苦手ですから。それは今言わなくてもいいでしょ。
そういう先輩も苦手なんじゃないんですか。我慢強さには定評があります。ってことはこれどうなるの。今回は引き分けです。あーくっそー、引き分けか。悔しいです。だからなんで二人が。じゃあ勝負も一段落したし、みんなで食べよっか。あ、待ってました。それじゃあみんなでいただきます。わーい、相手チームの味も知らなければだと思います。こっちのも食べてみる。欲しいです。じゃあ、はい、あーん、あーはん。あ、赤ちゃんが、ひなが。ええ、ふぅ、なんでも。うんうん、うん、おいしい、おいしいです。このまったりとした優しい甘さとおいしさが、なんともいい感じのハーモニーで、程よくおいしいです。無理に凝った感想言わなくてもいいんじゃないかな。あら、なにこれ、変な形の具材ばっかり。ほんとだ、当たりかな。当たりだよ、心して食べてね。はあ、よくわかりませんけど、そうします。いや、両方ちゃんと試食してたしね。それが今日の私の使命だし。胃薬ありますよ、秘伝の。あー、後ろの一言いらなかったよ。お腹サスサスしましょうか。それは久我山さんにやってあげて。仕方がありませんね。先生の許可が下りてしまってはやるしかありませんよね。西野先生、頭働いてない感じですね。いや、こういうの美味しいし楽しいし、またやりたいね。じゃあ今度はお菓子とか作ってみたらどうでしょう。お、いいな。それならお嬢様もちょっとは活躍できますしね。うるさいわね。みんなでできそうで、あんまり難しくなくて、ある程度アレンジできそうなもの。シフォンケーキとかマフィンとかですかね。おお、あのふかふかしたやつですね。いいですね、ふかふか。今度は手作りお菓子か、楽しみだな。楽しみですね。絶対食べることだけ考えてるでしょ。そんなこと言って、舞もそうでしょ。そりゃそうだよ、食べるために作るんだからね。よし、何作りたいかみんなで考えとこう。了解。それじゃあ今日はみんな美味しかったよってことで、ごちそうさまでした。リリクルレインボーステージ。
このデータを上書き、データを上書きしたよ。